ゴリラでございます。ゴリラでございます。ゴリラスポットゴリラでございます。はい、いきなりですね、また鬱陶しい圧でね、お届け、皆さんにご挨拶してるわけなんですけども、今なんでね、もう初っ端からこんなに興奮してるかっていうと、今日実はですね、これから椅子が届くんですよ。やった。まあ椅子でね、何をお前そんなにはしゃいでるんだっていうことなんですけども、あのですね、去年のね、2022年の秋にちょっと私大奮発してですね、すごい椅子を買ったんですよ。まあ有名な椅子なんですけども、でね、その椅子をですね、注文した時に、まあなかなかね、あの、まあ、いわゆる高級なその作業用のディスクチェア、ワークチェアってやつなんですけど、ちょっとね、それがね、やっぱあの受注生産的になって、でちょうど在庫もなかったんで、ちょっと時間がね、半年ぐらいかかりますと。で、2023年の6月か7月ぐらいになりますっていう風に言われてたんですけど、急遽いろいろ早めてくれてというか、早まったんですかね、工場の方とか、まあもろもろラッキーなことに早くなって、今日ね、もう2023年の、今2月の17日なんだけど、今日届くということで、これからも今ね、まもなくさっきね、もう大和さんから電話がありまして、もう5分10分ぐらいでお届けしますということで、ちょっと私もう舞い上がってしまってですね、これね、まあ、そもそもちょっと YouTube 上げるかどうかまだ迷ってるんだけど、もうとりあえずちょっとみんなに今日この興奮をですね、よろしければ付き合っていただけたらなと思って、上げてるっていうことはちょっと付き合ってほしいということなんで、よかったら最後までお付き合いいただければと思います。さあ、まもなく椅子が届きます。椅子、今表にすごいでかいトラックが止まってる。全然違った。隣の引っ越し業者だった。ちょっと、まだかな。来た。よいしょ。はい、はい、現状パッと見た感じになっちゃうけど、大丈夫ですかね。まあ、まあ、大きな、なんかまあはなさそうなんで、じゃあこちらに作業お願いします。はい、はい、これも、はい、なんで、どうもどうも。来たー、来たー、来ましたー。これです、こいつです。向こうじゃないです、これです。ゴリラのビデオ、あらっと。さあ届きました。キングオブワークチェアと言われておりますね、もうご存知の方も多いとは思いますが、ハーマンミラーのアーロンチェアでございます。やった、アーロンチェアが届いたよ、チャチャ。さあ、アーロンチェアがついにこのゴリスポにやってきましたね。この象徴的なこのメッシュのこのね、座面と背もたれと、そしてね、この肘掛けで、ちょっとね、後ろ側見てみようか。かっこいい、このメタリックのこのね、ターミネーターの T800 みたいじゃない、このなんかクロームの輝きっつうの、なんつうの、この T800 感。まあそんな風に思う人なかなかいないんだろうけども、いや俺的にはこのクロームの輝きがね、エンドスケルトン的なね、なんかかっこよさ、特にこの座面のこの下にあるこのでかい鉄部分のこのパーツ、これがねすごいね、ダダンダンダダンって感じの、あのクロームのね、あの T800 のエンドスケルトンのちょっと胸部、胸とかさ、やっぱハーマンミラーといえばイームスなんだけど、イームスというよりは俺の中では、スカイネット的なデザインを少し感じるんですよまあやめてくれよってね、イームスハーマンミラーのファンの方、そして関係者の方は思うかもしれませんが、でもかっこいいでしょ、だってエンドスケルトンね、スタン・ウィンストン、かのスタン・ウィンストンによる作品でございますけど、ジェームス・キャメロンと、
いやめちゃかっこいいじゃないですか。いやこれ何時間でも見てられんね。最高よ。やっぱプロダクトって使い心地がまず一番重要なところではあるけど、やっぱ何時間でも見てられちゃうっていうこのうっとり具合、やっぱこう物欲エクスタシーがね、こう頂点までライジングするんじゃないでしょうか。さあということでちょっと座ってみようかな。ゴリラのビデオ、あらよっと、いよいよ俺のこのこれから一生付き合うこの俺のアームチェアに座りたいと思います。あのただ詳しいなんかこうスペックとかどうとかっていうのは結構ね、もういろんなところでいろんな方々がその専門の方々がねいろいろ喋ってるんで、あくまで今回は俺のこのときめき、この俺のアームチェアを買ったでついに俺のものになったぜっていうところを、まあ皆さんがお付き合いいただけたらいいなと思うので、詳しいスペックなんかもね、ちょっと専門ね、いろいろとアーロンチェアとかね、ハーマンミラーアーロンチェアってググると出てくると思うので、それ見ていただければと思います。ではもうね座りたいと思います。座らせていただきます。ではいざ。そしてお、はい、ということで座りました。もう今はただ俺のこのうっとりとする姿だけをお付き合いいただければと思います。付き合っていただける方だけでいいです。本当にありがとうございます。今見てくださってる方、ゴリラのビデオ、あらよっと、はい、ということで、ちょっとまあ最後にまとめ3つほどまとめたいと思います。3つほどね、まあ、なんで買ったのかっていう、まあ、理由ね、一応、なんでこれを購入したのか、アーロンチェア買ったのかっていう理由、そして2つ目がですね、まあ、魅力ですね、まあ、簡単な魅力、そして3つ目、ちょっとお得な購入にね、もし気になって買うよっていう方よろしければですね、ちょっと最後に、お得な情報みたいなものをね少しお話ししてご紹介して終わりにしたいと思いますので、もうちょいお付き合いいただければと思います。はい、ということでね、まあもうね一晩、経ちました。で昨日、まあ、あれからちょっとセッティングして、まあ、すんごい興奮してましたけど、セッティングして、まあそこからですね、まだ1日ですけど使ってみて、まあ、ほんと最高でございます。使い心地は最高でございます。でね、なんで買ったのかっていう、まあ、その理由なんですけども、健康のためです。はい、で俺ね、まあ、すごい猫背なんですよ。で巻き型っていうやつ でさらに最近はね、iPhone ばっかりいじってたりとか、これ編集こういう風にしてるんで、ストレートネックみたいになってきちゃって、まあどんどん姿勢が悪くなってきちゃったんで、もう肩こりがですよ、このすね本当にひどくて、でちょっと痛くてもうどうにもならないぐらいになったりとかして、でちょっと接骨院なんかも、接骨院とかも整形外科ですね、通ってちょっとリハビリなんかもしてるんです。でまあそういった中で、まあ、プロのお医者さんの方からいろいろとアドバイスをいただいて、作業環境見直した方がいいですよっていうところで、やっぱりね姿勢が大事で、やっぱりね40後半になってきて体がねあちこち、ガタが来始めて、人生この先もね大半この椅子の上にいるっていうのが、まあ、ほとんどだなと思った時に、ちょっとね自分のいる場所っていうのをちょっと見直して質をね変えることで、やっていかないと今後ねときめいたりとかっていうことに関して、やっぱり体が健康じゃないことにはときめきもクソもないわけですよ。なのでね、そういった理由から、まあ、今まで知ってたけど、ちょっとね思い切って購入してみたというところでございます。で2つ目なんですけど、2つ目はこのアーロンチェアの魅力ですね。俺がまあ思うこのアーロンチェアの魅力っていうか、まあ、びっくりしたところ、へーって感心したところは2つあって、1つは椅子なのにサイズがあるんです。で2つ目はもう本当にこのねデスク作業をするのに特化した姿勢ね、ちゃんと正しい疲れない、姿勢が取れるという作りになってるっていうところなんですけども、このねやっぱり人間の座るその椅子に座る人の体型に合わせて SML サイズってなんですよ。だからまず買う時に SML サイズを選ぶ。で俺はちなみに M なんだけど、このねやっぱり座る時の座面の広さとか大きさ、これによってこのねさっき言った2つ目の魅力ね、この正しい姿勢を取るっていうのにいろいろこの形を変えられるんですけど、その調整もやっぱり大きい体の人のためにはやっぱりそれなりにそこまで動かなきゃいけないし、小柄な方には小柄なりのね方のためのこう動く幅とかやっぱ変わってくるじゃないですか。なのでそういったためにそもそも椅子なのに SML のねサイズがあるっていうのがね、これすごいところだなと思った、ところの一つです。まああとはね、まあ本当デザイン、これ見た目ですね、プロダクトデザインの魅力、これがねやっぱりかっこいいというのもまあこれ大きな魅力です。
ですけども。で3つ目最後、これねお得な情報ということなんですけど、まあお得な情報って言っても、まあどこまで得かどうか分かんないけど、俺は得だなと思ったんだけど、ぜひねよろしければ購入検討されてる方はちょっとね聞いていただければと思うんですが、俺が買ったのはこのハーマンミラーっていうこのメーカーのね椅子のハーマンミラーの直営店で買いました。で直営店も、まあ、日本にいくつかあるんですけども、俺が買ったのは、双子玉川という、まあ、東京かな、東京の双子玉川にあります蔦屋家電というお店があるんですね。まあ、ご存知蔦屋がやっている家電の専門店なんですけども、まあ、すごいでかくておしゃれなとこなんですが、そのね、ニコ玉の駅前にある蔦屋家電に、このハーマンミラーの直営店が入ってまして、で、そこで購入しました。でなんでそこで買うのが得かっていうと、今言ったようにそのハーマンミラーはツタヤに入ってるんですよ。なので T ポイントが貯まるんですね。でしかも T ポイントは貯まるし、もちろん今貯めてらっしゃる、もしね T ポイント貯めてたら T ポイントも使えるんですよ。はい。でさらにそこの場所はですね、東急のエリアなのかな、東急のエリアにあるっていう理屈だと思うんですけど、なので東急ポイントも貯まるし使えるんです。これね言ってもアーロンチェアね、まあ概要欄から見ていただければあれですけど、めちゃ高いんですよ。めちゃ高いんで、これねポイントも貯まる額もねなかなかバカにならないんです。で、さらに、T ポイントとかその東急ポイントとかってその日によってなんかポイントダブルデーとかポイント5倍とかやってるんですよね。で東急の方もなんかお買い上げの商品の 6% ポイント還元とかやってるんで、結構なそれなりの額の買い物を 6% とかポイント5倍とかになると結構なポイント貯まるんですよ。そのツタヤにあって東急エリアでポイントが使えるっていうのが、実は全国にあるハーマンミラーの直営店の中だと現状ね、現状2023年のこの今2月現状だと、そこのツタヤ家電のハーマンミラーしかポイントが貯まって使える直営店っていうのは実はそこしかないんですよね。これちょっとなかなかね知らない人は知らないし、まあ、知ってる人は知ってる、もちろん当たり前だけど知ってるポイント、話なんですけど、なんでね結構ねハーマンミラーのファンの方なんかは遠方からでもそのツタヤ家電のハーマンミラーにわざわざ買いに来るお客様もいらっしゃるってね、お店の方話してましたけど、マジこれちょっとねお得な情報なんじゃないかなという気がしました。はい。ゴリラの美で、あらっと。でさらにね、なんでそもそも直営店で買った方がいいのかっていうところなんですが、ちゃんとねその直営店で買うことによってどこかでね、まあもちろん中古で買ったりとかもいいんだけど、まず一つハーマンミラーという、このメーカーはですね、椅子に関してこのアーロンチェアに関してはね、確かね12年の保証がつくんです。でこの12年の保証がつく条件っていうのは、確かねそのハーマンミラーの直営店かハーマンミラーがちゃんと認定しているお店じゃないとこれつかないんです。だからこれをオークションとかね、ネットオークションとかで購入したりとか中古家具屋さんで購入したりすると、そのね、まず保証がつかないで、さっきも言ったようにこれね何度も言ってるけど、やっぱすごいねいいものなんで一生使えるんじゃないかなって、いろいろメンテナンスしていけば、でそういったメンテナンスしていくときにいろいろお金がかかったりとか、正規のねメンテナンスして戻していくとか、継続して使える、その使い心地をちゃんと継続させてくるっていうには、やっぱりね直営が認定してるクオリティの修理っていうのを俺は、ね、やった方がいいんじゃないかなと思ってるんで、保証がつかないっていうのはやっぱりねつくつかないっていうのは大きなねポイントじゃないかなと思います。はい、ということでね、最後ねまとめ長くなってしまいましたけども、お付き合いいただいてありがとうございました。ではまた、本当ね本当にこう俺のやかましいただただ椅子買ってわーしっていうね喜んでるだけのねビデオに、本当最後までお付き合いいただいてありがとうございました。ゴリラ良かったねっていうこといいねボタン、そしてね、初めて見てなんだこいつと思った方、よろしければ今後でお付き合いいただければと思いますので、チャンネル登録も一つよろしくお願いいたします。ではまた次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバイ、ありがとう。バイバイ。あ、すげえ回る、すげえ回る。バイバイ、すげえ回る。めっちゃ回るぞ。あ、もう一回行くか。バイバイ、もう一回行くか。あ、斜めが回ってきた。あ、バイバイ。あ、目回ってきた、気持ち悪い。